皆さんこんにちは、スタジオアナウンサーの木村です。約1年前ぐらいの動画で最初の FP の動画を出した時にですね、まあ、FP をノーマライズするためのラットを作りますというふうに言ったかと思います。まあ、ようやっと、まあ、いろんなところで撮影しながら、まあ、FP をですね、まあ、例えば他のカメラメーカーだったら、あのソニーだったらソニーの純正のノーマライズするラット、ニコンもニコンのラット、まあ、キヤノンも富士もパナソニックもですね、各社すべて編集ソフトでカラーグレーディングをする、その開始点にするための、ノーマライズするラットですね、ダイナミックレンジを損なわないまま使いやすいプロファイルとして、正規化する、そういう純正のラットが提供されていると思うんですけど、まあ、FP には今までそれがなくてですね、これそこが使いにくいポイントなんじゃないかなっていうふうに結構言っちゃったと思うんですけども、ようやくですね、形になったかなっていうところで、まず第1バージョンですね、ラットを作りましたので、まあ、こちらの動画でお知らせということで、動画を作っております。はい、まあ、FP ですね、まあ、シネマ DNG ローっていうもので収録できます。まあ、12ビットの、非圧縮のローですね。なので例えば10ビットの422の、HQ プロレズとか、H265 とかよりも情報量としては莫大にでかい、その代わり圧縮がされていないのでセンサーから取れた情報を全てこちらで使うことができる良さがあると思います。まあ、おのずと質感解像感だったり質感になったりはかなり最高に綺麗なものが、あの FP の場合は実写映像として最高の情報が取り出せると僕は思ってますので、画質としてはこれはもう本当に何百万200万ぐらいのカメラにも匹敵するんじゃないかと僕は思っております。まあ、ダイナミックレンジはですね 12.5 ストップ FP の場合はというところでほぼ13ストップ取れるっていうことはです、ね、ほとんどの状況においてそれはそんなに困ることはないなっていうぐらいのキャプチャーできるものですね。で、まあ、それを全て余すところなくですね、暗いところから明るいところまで情報を、まあ、使い倒せるようなラットルックアップテーブルっていうのを作りましたので、まあ、まず一旦いろんな景色でね、シネマ DNG のダビンチに BMD フィルム Gen 1で入れた時と、そのラットを当てた時の比較動画みたいなのが、ラットの紹介動画みたいなのがありますので、そちらを行ってみましょう。どうぞ。
はい、っていう感じでございます。じゃあですね、パソコンの画面の方に行って、まあ、どんな風に使うかっていうのを軽く使用感みたいなのをお知らせしようかなというふうに思います。はい、それではですね、パソコンの方で今回のですね FP ノーマライズレク 79A ラットですねがどんな感じなのかっていうのをですね、まあ、インストール方法とかと解説を交えながらですね、ちょこっと語ってみたいと思います。まずダヴィンチレゾルブで、まあ、基本使うことを想定しています。まあ、FP を使っている方だったらみんなわかると思うんですけども、ダヴィンチレゾルブをインストールしました。FP のフッテージをですね、シーケンシャルで読み込む、シネマ DMG を読み込みましたと。で、そしたら、ここをですね、もともとプロジェクトってなってるのを、クリップを選択して、ブラックマジックデザイン、カラースペースブラックマジックデザイン、ガンマブラックマジックデザイン、フィルム、ハイライトリカバリーチェックが、使い方の、初期値として、まあ、これはね、最初の、やることでございます。まあ、ブラックマジックデザインのブラックマジックデザインフィルムから、色を戻していく、ノーマライズしていくっていう、ラットの変換をする、ものですので、今回のものが、ここを間違うとうまいこといかないので、でそれから、プロジェクトの設定もここはちょっと、ちゃんと、しておきたいかなというふうに思います。ダヴィンチ YRGB、ダヴィンチ YRGB カラーマネジメントってありますけど、まあ、今回はラットを使いますので、ダヴィンチ YRGB を使います。RCM の方がですね、変換が綺麗になされるみたいなことを言ってる意見もあると思います。が、僕も、一時期 RCM ばっかり使ってたんですけども、今ですね、思い直してというか、まあ、いろんなプロジェクトをたくさん何本も動画作ってみて、そんな変わんねえんじゃないかなっていうのが、僕の憶測なので、まあ、ラットも有用であるというふうに思います。それはノーマライズラット、それからクリエイティブラット、どちらも、有用だと思ってます。はい。まあ、破綻しやすいのは RCM に比べるとラットの方が、ガビッとなる時もきっとあるんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあでも、YRGB 今回設定してください。で、ダヴィンチワイドガンマ、インターミディエイトっていうタイムラインのカラースペースを使います。これは理由としましては、作業する時のカラーの色域がやっぱりダヴィンチが一番広いんですよね。これが。これだからどの、メーカーのカメラが来てもこれで全部対応できますみたいなカラースペースなんで。っていうのと、あとその破綻し途中でしていかないんで、いじっくり倒したとしても破綻しにくいんで、うん、これが一番いいかなと思います。で、僕は今回のそのラットの設計5種類すべてレック79A で作っております。まあ、ガンマ 2.4 バージョンも、まあ、必要があれば、需要があれば、また作り直すっていう形で。で、まあ、プロジェクトの設定はですね、レック 79A になりましたと。で、今もう読み込まれた状態なんですけど、ラットをですね、読み込むときにはですね、まあ、ここのラットの表示を出して、リビルインファインダーで、そうすると、ダヴィンチのラットのフォルダが出てくるんですよね。で、ここに、そのダウンロードした、ZIP ファイルですね。回答しました。で、このフォルダごと、こうぶっ込むわけです。ぶっ込んだ。で、ぶっ込んだのを、これリフレッシュをするとですね、FP ノーマライズアット。これが出て、さっきのやつが、読み込まれますよっていう感じでございます。で、モニターラットも、まあ入ってるんですけど、C41 だとこういう感じですね。まあ、最も、C41 は、まあ、ニュートラルな感じで、こう暗いところも明るいところも、もしかして太陽逆光でぶっ飛んじゃっても、保持しギリギリするみたいな、そんな感じ。まあ、基本的に全て 5種類は結構この最後の R73 以外を除いてはですね、クリップできる限り避ける、シャドウの方も、クリップできる限り下げるみたいな使いやすいところでかなり作ってます。はい。なので、シャドウもですね、ちょっと上がるんですよね。はい、で、ET2 っていうのもありまして、これちょっと少しノスタルジックな感じの、色再現になります。はい、で、ここの、これは僕はもう覚えてるんですけど、FP で収録した時に、ここってもう本当赤になる黄色の状態だったんですよね。それが、まあ、ギリギリ、まあ、ちょっと波形的にはここも突っ込んでるから、そういう時には、まあ、ハイライトね、あ、ちょっとマイナス10になっちゃったな。ハイライト戻せば、ギリギリあるみたいな感じのところですね。で、戻さなくても、もうちょっとやばいかなぐらいのギリギリで作ったやつも、こんな感じで、まあ、クリップ、ギリギリしてない感じにできるみたいな、抑え込んでるような、形になります。まあ、全部こんな感じですね。まあ、自然は美しく、または、こう、濃く、
まあ、どっちかっていうと色はサイドは強めかなとは思うんですけど、とにかくスキントーンはこうプリティにしていってます。まあ、ちょっと明るさとか見ながらですね、最適なところはですね、これはあのラットあの種類によって違うので、見てっていただけるといいかなっていう感じなのと、これだけで R73 だけ結構ビビッドに作ってます。あのコントラストが全然他のと比べてあのもう違うんですけど、これもスキントーン的にはめちゃめちゃプリティで、まあ、自然を撮っても人物を撮ってもですね、ハイダイナミックレンジのところを撮ってもですね、美しく決まるかなという、感じのものになってます。それな空もこういうねブルーで非常にかっこよく決まるかなっていう感じの、はい、でまあこれはちょっとおまけ的なところで、あのシグマ FP のまあもちろんノーマライズする方法はこれでそこは解決したと。まあ、FP のその大変なところとして、やっぱりこうモニタリング、どういう風な上がりになるかっていうのを正確にモニタリングできないみたいな問題が、まあ、あったかなと思います。で、そこもですね、あの、一応モニターの方のラットっていうのも、あの、作ってみた次第でございます。まあ、その、シグマ FP の方からこう HDMI で出てるやつっていうのが、やっぱりここの画面が出てるんで、そのハイライトとシャドウのそのセンサーが本当はキャプチャーしている情報とか、まあそれをフォルスカラーで見たとしても、ゼブラとかつけてちゃんとチェックしたとしても飛んじゃうものは飛んじゃうんですよね、要するに。なので限界はあるんですけど、で使い方としてはカラーモードですね、オフで使いますと。でそのモニターラットの ZIP ファイルを回答してもらって、モニターによく入れられるモニターあると思うんですよね。これはあのビルトロックスの DCX3 ってやつなんですけど、最近出たやつ。これ USB で入れるんですけど、パッド32で USB フォーマットして USB でラットロードします、モニターの方にですね。まあ、具体的な使い方はモニターの方にマニュアルを見てくれればと思うんですけども、まあ、こんな感じでラットをオープン USB で読み込んであるんですよね。で読み込んだラットをですね、例えば C41 っていうラットだとすると、こんな風に見えるかな。でパッと見ね、やっぱりその状況によってその FP から出てるのが、要するにあの8ビットとかそういうやつじゃないですか。まあ、カラーモードオフとして出てるやつを、ここでカラーモードオフからのカラーモードオフに当たってる感じっていうんですかね。なのでこう状況によってちょっとハイライトとかがこうシマ模様みたいにバンディングっぽくなっちゃうのもやっぱありますね。8ビットっぽい感じで当たるので。まあとはいえ、まあシグマの純正のプロファイル使うよりは、特にこのシャドウの方の粘りは結構少しこうクイッとスムーズになるように、まあ多くのラットは作ってあるんで、5種類のうち4つはそういう風に作ってあるし、ハイライトの方もまあできる限りクリップしないように粘るようにちょっと落としてるんですよね、ハイライトのロールオフっていうか。そんな感じの作り方、なおかつ色は結構シネマカメラみたいな感じのっていう感じがモニターラットでございます。はい、いかがでしたでしょうか。こちらのチャンネルではアートライフミュージックのテーマで動画をお送りしております。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。結局ティルタの M.2 の SSD ケース買って、 SSD 買ってそれで今使ってます。長時間レックするとこのファンが回って、やっぱりマイクにすごい音めっちゃ乗るなっていう風には思ってます。まあマイクにやっぱり上からと近いから、こう下にさせるように DPL のやつ1個あるんですよ、ね、1万円ぐらいで。それもやっぱり導入したいなっていう風にまあ思ってたりします。はい、まあ FP に関してはそんな感じかな。で、今ね、中古価格がね、また上がってる感じはするなって思ってて、やっぱりね、画質綺麗なんで、今回のですね、ラットもぜひ、皆さん活用していただけるとすごく嬉しいです。で、また、フィードバックとか、もらいながらですね、V2、V3、またフィルムルック的なのもどんどん作っててですね、まあ、FP のですね、本来のパフォーマンスを、余すところなくですね、引き出していきたいなというふうに、思っております。はい。まあ、DNG なんで、もともとシネマ DNG ってスチールの連番なんで、ダヴィンチは DNG、スチールでも入るんですよね。6000×4000 のピクセルなんですけど。なので、写真でも使いたいって方いたら、ダヴィンチでぜひ、このラットを使って、現像してみていただけると、結構いいなって、僕、昼間ちょっとまたスナップで使ったんですけど、めちゃめちゃいいなって、個人的にやっぱ思ってます。はい。モニターラットもですね、初見だと俺すごいすげえ変だなって思ったんですけど、改めて見るとすごくめちゃめちゃいいなって、撮ってる時に使ってる時にですね、結構上がってくる感じがあったんで、めっちゃおすすめかなっていうふうに思います。はい、それではまた。